ペレンティーオートカゲは、爬虫高有林木オートカゲかオートカゲか、オートカゲ族に分類されるトカゲ。オーストラリア固有種全長190センチメートル。全長250センチメートルに達するとされることも、あるが、実際の記録はない。種小名ジャイゲンティアスは、巨大なノイで、被災時には、オートカゲか最大種だったことに由来する。 岩場や牧草地などに生息するが、規定が砂の有刺植物林や草原などにも生息する。危険を感じると瞬足を活かして素早く走り去るが、時には木に登ることもある。一部のオオトカゲ科と同じく、ペレンティーオオトカゲにも下顎に毒船が存在する。この毒は、レースモニターなどにも見られ、噛まれると腫れ、血液の凝固、そして打たれような痛みが発生する。 大抵は喉を膨らませて、相手を威嚇し、相手の退散を待つ。だが追い詰められてやむを得ず、戦う際には、持ち前の鋭い歯と、強力な顎、獅子の鋭い鍵詰爪と、長大な尻尾を駆使して応戦する。王を相手に打ちつけて、犬の前足を追った例もある。しかしペレンティオとト影は、現オーストラリアでは、最大級の肉食動物であるため、生態を襲えるのは、リンゴくらいである。 完全な肉食で、コカメや太顎ヒゲとかげといった、爬虫類、ハトのような蝶類、哺乳類でも、在来の有体類外来の有体番類、各種無脊椎動物を瞬足で追い詰めてからハト、毒ゴで仕留める。日和み見的に入手した、あらゆる動物の死骸も漏れなく食べる。獲物は小さければ、丸飲みにしてしまい、大型であれば手頃なサイズに食いちぎってから飲み飲む。こうした、 最初方法は、コモドドラゴンにも通じる点が見られる。時として、共食いに走るのも、コモドドラゴンと同じで、全長2メートルの個体が、全長1.5メートルの個体を殺した事例すらある。白アリの塚の周辺か土の中に卵を産み落とす。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入した例もある。 人為的に移入されたアナウサギを捕食する本種の生息数や分布域が増加、拡大しているとする報告例もある。ありがとうございます。